Baka no mendo, mite yaru ka. この小牧山をがっちり固めておる。鉄道隊で敵の攻防を脅かしているサブルから。そのために三河へ攻め入るのですね。その指揮お任せくだされ。秀次様の補佐は私にお任せを。 夜明けまでが勝負。急ぎましょう。別の隊を気取られてならん。敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。小畑城で家康を見たって兵が噂してるぞ。あの野郎、小牧山にいるんじゃねえのか。家康がわざわざ自ら最前線に出るだと。 何か狙いがあると思うべきだな。清正たちがうまくやってくれればよいんだ。清正だけは心配いらんか。バカがついてくれるのか。何だ、家康なんかいねえじゃねえか。兄貴でも見間違えたか。謝りでよろしく。すぐに移動した後だ。 家康なんか正面からぶっ飛ばしてやるのによ。子供に当たれば被害が増えるだろうが、これは膠着状態を打開する秀吉様の策だ。分かんねえ。あっ、こういうふうに嫌われてやる。小畑城に敵だと急ぎ救援に向かうぞ。 敵の注意を引きつけるんじゃ。敵が続々と大和城に集まってくるぜ。秀吉の狙い通りだな。 ならば、家康の本体も間もなく現れよう。
Hidetsugu. これを見返しては返さん。本田忠勝の足止めか。こうはでかいだろうが、なかなか難儀だな。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。 信雄様を下せば家康殿の大義名分はなかろう。共に人は沸かせざるで。家康は何をしておる。世を守れ、守らぬか。いや、いかん。皆の者、信雄様をお守りせよ。 この度のことは不幸な行き違い。この猿信雄様にご恩はあっても恨みはござらぬぞ。おおう、無論よとて同じこと。猿、いや秀吉殿、和睦といたそうぞ。